今日はですね、この子猫がどこから来たのか経緯が分かりましたので、皆さんにお知らせしたいと思います。ある日ですね、うちのインターホンをピンポンで鳴らして、訪ねてきてくださった方がいまして、その方は近所に住むご夫婦の方だったんですけど、私の YouTube を見てくださっていたみたい で、最近この白い中央分離帯が出てきているので、見たら、あ、この子うちの子だよっていうことで教えてくださいました。で、証拠写真も見せてくださって、写真の通り本当に中央分離帯でした。その方も内猫と外猫を飼われていまして、でも内猫のメス猫がいなかったみたいですね。近くで野良猫が繁殖して、で繁殖した子猫をどこかの方が保護して、でその猫を今回保護されたみたいです。でメス猫が欲しかったみたい で、なんでメス猫が欲しかったかというと、この辺りネズミが出るんですね。結構うちの周り田舎なので、このネズミを取ってくれるということで、この猫ちゃんを選んだみたいです。でその方の家を訪ねて話し合っている場面がありますので、少しご覧ください。あの隣町からの、野良、うん、隣町の野良猫が産んだ子猫なんです。そう、あのノラがね、あの2匹、メス猫が2匹いて、ちょうど1週間ぐらい違えて4匹と3匹と産んだんですよ。そうで、あれ持ってたのは、あの早い方のあれで、でうちの園のとこに隠れたり、でもう1匹のは、あの物置小屋があるんです、そこのところで産んで、親はしょっちゅうこの玄関のとこに来て餌食べるんですけど、子猫はもうなかなか捕まらないの。そう、それでどうしてももう子猫が欲しかったもんだから連れて帰ったんですよね。何日間かはこちらのお家にいたんですか？そう、1週間ぐらいね。何かの日ドア開けた時に脱走しちゃったんですか？うちの飼い猫がしょっちゅう出入りするんですよ。その時に入ってきて、で遊んでて、でちょっとあれした時、もしかしたら猫が出たんじゃないかなと思ったら、もう気がついてきた時にはもういなくって、でついて出た、一緒について出たのね。それまでずっとおとなしく寝てたんだけど、にゃーんって鳴いたらすぐ出てきたんですよ。そう、出てきて、それでその猫と一緒に出ちゃって、気がついてもそこの道まで行ってみたんだけど、もういなくって、うん、もう多分ダメじゃなと思ってた。で1週間ぐらいして僕の動画を見てたんで、そう、新潟の娘が、あの動画見てて、でそれまで私たち連絡してなかったもんだから、でたまたまもう、で、あの電話して、8月帰る、お盆だから帰ってくるかなと思って、いつ頃帰れるって電話して、その時に猫の、あそこも3匹いるんですよ、あの娘が。で、その子も猫好きだもんだから、で、猫の話して、そしたら、いや、タイピーニシのとこに、その白いような猫が、出てだよって言うから、いや、うちの猫じゃないかなって。それまでもう本当にもう死んだもんだと思ってて、そう、だから怪我してたって言うから、手怪我してるんですか？手、肉球のどっちが、左側の肉球が生み出してて、うん、あ、じゃあよっぽど時間経ってるんですね。鼻血も一緒に出て、じゃあだからその間何も食べてなかったんですね。よかった、でも助けてもらって、いや、なんかうちで奪う感じになっちゃってますけど、いいんですか、うちで責任持って
はい、いいです。また違う、どっかから探してきます。その前の年も猫をそこから連れてきて、それは車に轢かれて、そう、真っ白な猫。いましたよね、白い猫。真っ白の猫、ね、あの猫ちゃん轢かれちゃったんですか。そう、このぐらいのね、ありがとうございます。まあ大事にしてください、すいません、はい、ごちそうさまで帰って、こちらこそ迷惑、すいませんでした、はい、ありがとうございます。じゃあたまに顔を出して、あ、はい、畑に行った時でも見せてください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、この猫さんはですね、どうやらあの方が保護した、もともと野良猫だったみたいでですね、もともといた猫ちゃんがドアを開けて3日4日ぐらい家にいたのかな、でドアを開けて脱走しちゃったみたいなんですね。それで行方不明みたいになって、でもうダメだろうなと思ってたみたいなんです。そしたらお孫さんがちょうど私の YouTube を見てくださっていたみたいで、あ、この猫ちゃんおばあちゃんの猫じゃないってことで、うちに来て教えてくださいました。だけどうちの環境の方が幸せだろうと言ってくださったので、うちで責任を持って仲間にしたいと思います。まあ、しっかり話し合いもしてそういうことになりました。まあね、なんかだんだんとうちも数が増えてきましたので、まあみんなで家族でみんなで協力し合いながらこれから育てていこうと思います。頑張りましょう。そしてこの中央分離帯の気になる名前は、クランです。いろいろ分離帯なので、分とか畑で見つけたのでガーデンとかいろいろ考えたんですけど、まあ、このクランっていう名前の響きが一番しっくりきたのでこれにします。で今後ね、成長がとても楽しみな子です。今までにない毛の長さだし、どんな猫になるのか気になりますね。そしてその今日話し合った優しい方もすぐ近所に住んでいますので、畑がてらにうちに来てくださいということで、ちょくちょく遊びに来ることになりました。成長楽しみにしていきたいと思いますね。はい、みんなと仲良くできるといいね。